ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、さっきまでどこに行ってたんだ？スーパーに買い物に行ってたのよ。じゃーん。お刺身の盛り合わせを買ってきたわ。すごいうまそうだな。羨ましいぜ。いいでしょ、これ半額だったのよ。いただきまーす。ハムハム。ハムハム。おいしい。ちょっと待て霊夢。これ何かついてないか。本当だ。なんか動いてるわね。これは寄生虫のアニサキスかもしれないぜ。アニキサス、物騒な名前ね。アニキサスじゃなくてアニサキスだ。聞いたことないか。あ、アニサキスってテレビで見たことあるわ。でも、実際に見るのは初めてだわ。確か、食べると激痛を引き起こすんだっけ。で、もうお刺身3切れ食べてしまったんだけど。終わったな霊夢。めったにいないもんだと思ってたからびっくりだわ。ああ、意外とみんなの身近にある居酒屋やスーパーにも寄生虫が潜んでいるんだぜ。そうなの、怖いわね。この小さなアニーちゃんについて、詳しく教えてほしいわ。わかったぜ。じゃあすでに霊夢の中にいるかもしれないアニサキスについて解説していくぜ。ありがとうマリサ。それじゃあゆっくりしていってね。それでアニサキスってどういう生物なの？じゃあアニサキスの生態から説明するぜ。まず、アニサキスは体長に3センチ、幅 0.5 ミリメートルほどになる、線虫と呼ばれる細長い虫の一種なんだ。生活感だが、イルカやクジラなどの海洋哺乳類の糞に卵が含まれており、海中に排出される。その卵は海中で孵化し幼虫になり、オキアミに食べられることで、人に悪さをする第三期幼虫になるんだ。そして、アジやイワシなどの小魚がこのオキアミを捕食し、食物連鎖によって最終的にイルカやクジラなどの海洋哺乳類に捕食され、成虫になるんだぜ。また成虫が海洋哺乳類の便虫に卵を放出し、サイクルが繰り返されるんだ。海洋哺乳類に行き着くまで、いろんな生物に寄生してるって面白いわね。でも、クジラがオキアミを直接食べることはないの？もちろんあるんだぜ。だから正確には矢印はこうなるぜ。ちなみにだが、ある論文によるとオキアミの段階では宿主の獲得した餌を奪う盗み寄生をするが、魚やイカの体内においては休眠していると考えられている。魚に寄生しても悪さはしないのね。これは寄生の目的が最終宿主に寄生することであり、待機宿主の栄養を奪い死亡率を増加させる行動を取らないためと推測されているんだ。へえ、アニサキスも海洋哺乳類に寄生するためにいろいろ工夫しているんだね。ああ、霊夢みたいに怠けてるだけじゃないんだぜ。そんなことよりマリサ、アニサキスが人間にどんな悪さをするのか教えてほしいわ。ああ、アニサキスを接触すると、食中毒を引き起こすんだ。グラフを見たらわかるように、アニサキスによる食中毒は近年増加しているんだ。びっくり。2016年以降増えすぎじゃない？いい着眼点だぜ霊夢。2007年にたったの6件だったのが2016年に124件、2018年に468件と急増している。実はこれには原因があるんだ。なんでかわかるか。原因、温暖化の影響かしら。ああ、確かに温暖化によって生息域が北上しているという意見や、輸送技術向上によって生で食べられる機会が増えたという意見もあるが、主な原因はアニサキスが認知されるようになったからなんだぜ。どういうこと？実は昔はアニサキスによる食中毒はほとんど認知されておらず、保健所が記入する食中毒事件表にアニサキスの項目がなかったんだ。ところが食中毒事件表に寄生虫に関する項目が明記されたり、メディアに取り上げられるようになり知名度が上がったことで、アニサキスが原因と判別される件数が増えたんだ。令和2年食中毒事件数887件において、なんと約4割がアニサキスによるものとされているんだぜ。そうだったんだ。昔からアニサキスによる食中毒はあったけど、アニサキスが原因とは認識されていなかったのね。それにしても4割は多いわね。もし食中毒になるとどうなるのかしら。まずアニサキスが食中毒を引き起こすメカニズムから説明するぜ。アニサキスが引き起こす症状は主に、アニサキス症とアニサキスアレルギーがあるんだ。アニサキスアレルギーについては後々説明するぜ。なるほど、アニサキスが引き起こす病気は2種類あるのね。アニサキス症は症状の程度によって緩和型と激症型に、発症する部位によってアニサキス症、超アニサキス症、消化管外アニサキス症などに分けられるが、アニサキス症のうちの9割はアニサキス症とされているぜ。アニサキスを生きたまま接触し、胃に入り込むと、食後数時間後に胃に噛みつき急な痛みを引き起こすんだ。これは物理的な痛みではなく、人体がアレルギー反応を起こしているから痛いそうだ。
胃に穴を開けられるから痛いというわけではないのね。一度目の発症は緩和型で、異物反応にとどまるため自覚症状がなかったり痛みが弱いことが多いのに対し、二度目以降の発症は激症型で、即時型過敏反応によって絞り上げるような激しい腹痛が起こることが多いんだ。激しい腹痛、恐ろしいわね。確か芸能人も感染して話題になってたよね。そうなんだぜ。渡辺直美さんは味のお寿司を食べてアニサキス症を発症し、こんなツイートをしてるんだぜ。食中毒から復活いたしました。皆様、アニサキスに注意です。激痛すぎてアラサー病院で泣きました。激痛すぎて泣きましたって怖すぎるわ。ああ、アニサキス症の体験談はかなり辛そうなものが多いんだ。庄司智春さんは鮭いくら丼を食べて、8匹のアニサキスに感染し、激痛で夜中に目を覚ましたり、3分おきに激痛が襲ってくる体験をしたそうだ。1匹でも激痛なのに8匹だなんて、想像もできないわ。もし感染したらどうしたらいいの？感染したらすぐ病院に行くことだな。胃腸科や消化器内科で診療してもらい、内視鏡、胃カメラ、で取り除くんだ。こんな風につまみ出すんだぜ。できれば胃カメラは辛そうだから避けたいんだけど、何か他に方法はないのかしら？残念ながら、今のところアニサキスに対して有効とされる駆虫薬は開発されていない。取り除けない場合は死滅するのを待つか、対症療法をするしかないんだ。そっか。まあ激痛に比べたら胃カメラはマシよね。ただ、噂では痛みを抑えるのにセイロガンが効くと言われているぜ。主成分のモククレオソートという成分がアニサキスの活動を抑えることが分かっているんだ。病院が空いていない時とかに身近な薬で対処できるのは助かるわね。そうだな。ただ、あくまで胃腸薬なので、自己責任で用法用量通りの服用をお願いするぜ。アニサキス症がどういうものか分かったけど、かからないようにするにはどうしたらいいのかしら。アニサキス症の予防策だな。ざっとこんなところだ。料理するまで、料理するとき、食べるときの3つに分けているぜ。うわ。たくさんあるのね。順番に解説していくから大丈夫だぜ。まず、アニサキスに感染しにくい魚を選ぶことだ。アニサキスが寄生している確率が高い種が、サバ、ホッケ、カツオ、スルメイカ、サワラ、サンマ、キンメダイ、天然鮭などだ。種類が多すぎて覚えられないわ。そうだな。アニサキスは加熱で死ぬから、生食用の時だけ注意すればいい。この中で生で食べる確率が高いのは、サバ、カツオ、サンマ、スルメイカのような海遊魚だ。これらの魚には要注意だぜ。反対に、タイやスズキのような白身魚には比較的少ないんだ。また、魚種だけではなく産地で判別することもできる。詳細は後で説明するが、太平洋側の魚はアニサキス症のリスクが高いんだ。だから日本海側の魚を選ぶことも有効なんだぜ。なるほど、産地で変わるとは意外ね。他には、養殖の魚は寄生虫がつきにくいとされている。それでも養殖のサバなんかには当たり前のようにアニサキスがいるし、養殖だからといって油断してたら危険だぜ。魚を選ぶ以外にも、適切な保管方法で予防することもできるんだぜ。アニサキスは通常、魚の内臓に寄生しており、宿主が死亡すると内臓が発熱するため筋肉に移動しようとする。だから、保冷を徹底したり、筋肉に移動する前に早めに内臓を取り除くことで予防できるんだ。補足だが、内臓を取り除いたつもりでも肛門付近にアニサキスが残りやすいから要注意なんだぜ。魚を買ったり釣ったりした時は、とりあえず冷やしておくことが大事なのね。そうなんだぜ。他の食中毒や腐敗を防ぐためにも保冷は大切なんだぜ。次に、料理をする時の予防策だぜ。実はアニサキスの予防策で一番確実なのが、加熱することなんだぜ。60度で1分以上加熱することで死滅するんだ。また、マイナス20度で24時間以上冷凍することで死滅するぜ。でもマリサ、刺身で食べようと思ったら加熱や冷凍は現実的じゃないよね。ああ、そうだな。瞬間冷凍機があれば別だが、刺身を普通に冷凍してもまずくなるな。そこで、スーパーや飲食店で一般的に行われているのが目視による除去なんだぜ。そっか、マリサもさっき目視で見つけてくれたもんね。ああ、体長が2ミリほどあるから肉眼で見ることができるんだぜ。ただ、身の中に潜り込んでるアニサキスを見つけるのは難しいんだ。だから薄く切って確認したり、ブラックライトで見つける方法もある。ブラックライト？ああ、アニサキスはブラックライトの光を反射するんだ。アニサキスが反射する波長に合わせて作られたアニサキスチェッカーという商品も販売されているんだぜ。お店でそこまでやってくれると安心して食べられるわね。また、もう一つアニサキスには弱点があって、体の一部を傷つけると死滅するんだ。だから、飾り膨張をすることでアニサキスを殺すことができるんだ。イカのお作りとかでよくあるやつよね。
醤油がつきやすかったり見た目が映えるだけじゃなくて、アニサキスを予防する効果もあったのね。ああ、一石三鳥なんだぜ。料理の際の予防策はこんなところだな。待ってマリサ、醤油に漬け込んだりするとアニサキス死ぬんじゃない？いい質問だな霊夢。酢や醤油に漬け込むと予防できると思われがちなんだが、それは間違いなんだぜ。え、死なないの？ああ、実際に使う程度の分量のわさび、醤油、酢、塩では殺虫効果がないことが研究でわかっている。そうなんだ。なかなか手強いわね。最後に、食べる時の予防策を説明するぜ。まずは、さっきも話した通り、寄生率の高い魚の生食を避けることだな。特にシメサバによるアニサキス症の報告が多いから注意する必要があるんだ。少し古い調査だが、2013年から2016年頃に行われた調査では、都内の自家製シメサバを提供する飲食店や魚介販売店186施設のうち、75.8% の施設が冷凍されていないサバを使用してたんだ。もちろん、アニサキスは有名になったから、きちんと対策している店は多いと思うが、要注意だな。一方、コンビニやスーパーで売られている真空パック詰めされたシメサバは冷凍されてるから安心して大丈夫なんだぜ。不安な人は自家製シメサバを避けた方がいいってことね。他に予防策はないのかしら？そうだな、さっき言った目視は食べる時にも有効だな。他には、よく噛むことでアニサキスを傷つけて死滅させられるとも言われているが、一方で噛み切ることは困難だという意見もあるな。そうなんだ。意識してよく噛むようにしてみるわ。なかなかいろんな予防策があったわね。ああ。ただ一つ伝えておきたいんだが、アニサキスを意識しすぎて怯えてたら、せっかくのお魚が美味しくなくなっちゃうんだ。いくら気をつけても感染する可能性はあるし、かかったら仕方ないと半分諦めて、食べる時には気にしすぎないことも大切なんだぜ。私は霊夢を不安にさせたいのではなく、自分で料理するなら食べる前の段階できちんと対策して、安心して食べられるようにしてほしいと思っているんだぜ。そうね。不用意に恐れるのも良くないわよね。適度に予防してお刺身を楽しむようにするわ。アニサキス症についてはこんなところだな。あともう一つ説明していなかった症状があるんだぜ。アニサキスアレルギーだっけ？そうなんだぜ。よく覚えていたな。アニサキスアレルギーは、アニサキスの成分に人体がアレルギー反応を示して、ジンマシン、喘息などの症状が出るんだ。アナフィラキシーを起こしたり、意識を失うなど、重症化する場合もある厄介な疾患なんだぜ。そっか。アニサキスアレルギーの人は魚を食べるときには細心の注意をしないといけないんだね。違うんだぜ霊夢。アニサキスアレルギーはアニサキスの成分に対する反応だから、たとえアニサキスが死んでいても食べたらダメなんだ。魚肉を食べなくても、出汁や魚介エキスが含まれる食品ですら、アレルギー反応が出るという人もいる。魚介類全般食べれなくなるだけじゃなくて、魚介出汁の入ってる可能性があるラーメンやドレッシングも全部食べられなくなるの？そうなんだぜ。食べられる食品がかなり限定されてしまうんだぜ。アニサキス症とアニサキスアレルギーは全くの別物なのね。勉強になったわ。じゃあ次はアニサキスの種類について説明していくぜ。アニサキスはアニサキスじゃないの？実はアニサキスの仲間は複数種いるんだ。アニサキス3期幼虫は9種類いて、そのうち人体に感染するのがこの4種類とされている。人に感染しないアニサキスもいるのね。そうなんだぜ。アニサキスシンプレックスセンススクリプトは特に、アニサキス症の原因となることが多いんだ。2011年から2018年の都内におけるアニサキス有症事例において、その 94% がシンプレックス、4.4% がペブレフィーと同定されているそうなんだ。アニサキス症のほとんどがシンプレックスの仕業なのね。霊夢、アニサキスは、魚が死んだ時に筋肉に移動すると教えたのを覚えているか？うん、もともと内臓にいるけど筋肉に移動していくのよね。それがどうしたの？このシンプレックスはペブレフィーに比べ、筋肉への移動率がなんと100倍以上も高いことがわかっているんだ。なるほど。だから感染率が高いのね。ああ。それで、マサバを調査したところ、東シナ海、日本海側にはペブレフィー、太平洋側にはシンプレックスが多いということもわかっているんだぜ。そっか、だから魚を選ぶときは日本海側の魚の方が安全と言ってたのね。その通りだ。実はアニサキスには種類があるってことを知らなかった人も多いんじゃないかと思うんだぜ。アニサキスの種類を解説したついでに、他にも似たような寄生虫がいるから紹介しておくぜ。こいつはシュードテラノーバって言うんだ。アニサキスとそっくりね。シュードテラノーバの方がアニサキスよりやや大型で赤っぽいんだ。北の方に生息していて、北海道におけるアニサキス症の約4割がシュードテラノーバによるものとされているぜ。
ったら、アンコウ、スルメイカ、ニシンなんかに寄生していて、発症するとアニサキスと同じく激しい痛、吐き気、嘔吐などの症状が出るんだ。シュードテラノーバ症はアニサキス症として扱われる場合が多いが、腹痛が軽くて吐き気や嘔吐が強い場合が多いそうだ。アニサキスじゃないけどアニサキス症を発症するのね。他にアニサキスに似た白くて長細い寄生虫はブリ市場虫だ。名前の通り、ブリなどの青物の筋肉に寄生していることが多いが、食べてしまっても人体には無害なんだぜ。ブリ市場虫は大型で、アニサキスとは大きさが全然違うから見分けられるぜ。なかなか気持ち悪いけど、無害なのね。そうなんだぜ。霊夢、ここまででアニサキスについてどんなイメージを持った？そうね。ちょっと気持ち悪いし、怖いわね。そうだよな。ずっとアニサキスの悪い面ばかり話していたが、最後にはアニサキスの良い面についても話していくぜ。寄生虫に良い面なんてあるの？知りたいわ。ああ、実はアニサキスが多くいる魚は脂の乗った美味しいものが多いと言っている水産業者の方もいるんだ。これはあくまで経験上のもので、これに関する論文は見つけられなかったが、アニサキスが多いということはその分多くの餌を食べている、つまり脂が乗っている、という仕組みなのかもしれないぜ。そうなんだ、アニサキスがいっぱいいたら喜んでいいのね。でもやっぱり怖いから、私はいない方が安心できていいわ。まあ、それは人によって考え方が変わるな。他にもう一つ、びっくりするような研究があったんだぜ。え、なになに？実はアニサキスはガンを見つけられるらしいんだ。マジかいな。とあるアニサキス症の患者を見たところ、アニサキスが食いついている部分に早期ガンが見つかったのをきっかけに研究が始まって、アニサキスがガン患者の尿を高い確率で嗅ぎ分けることがわかったんだ。すごいじゃない？すごすぎるわアニサキス。悪いイメージしかなかったけど、好感度上げ上げだわ。そうだな。尿一滴で早期のガンを嗅ぎ分けるなんてすごいんだぜ。アニサキスの汚名返上ができたし、この辺で解説を終わりにするぜ。勉強になったわ。ありがとうマリサ。こちらこそ、聞いてくれてありがとうな霊夢。これから、魚や海の生き物、水産学に関する解説動画を上げていきます。魚が好きな方や水産学を勉強したい方はチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。また、この動画の感想や疑問点などのコメントもしていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。